赤石岳は赤石山脈の長野県と静岡県にまたがる標高3121メートルの山である。南アルプス国立公園内にあり、日本百名山及び新日本百名山に選定されている。北岳、間の岳、悪沢岳に次いで南アルプスで4番目の高さである。山頂には一等三角点が設置されており、一等三角点としては、 最高所のものとなっている。山頂直下の南に赤石だけ避難小屋があり、約700メートル北に昭和海市だけのピークがある。両線の東側斜面にはいくつかの建国が見られ、これは日本国内では最南端の氷河の痕跡である。南西斜面にはゴール帯と呼ばれる岩石氷河の地形が見られる。山頂付近では戦場落ちが見られる。山体は 気力業界岩や被災岩などから構成される。また、小赤石だけから赤石学山町にかけては、森林限界の廃末帯で、多くの鉱山植物のお花畑が広がっていて、来鳥の生息地となっている。山域にも分布する赤石山脈が和名の由来である。赤石林道は、環境省レッドリストの絶滅危惧危衣類の指定を受けている。山には、 岳干馬、白潮、頭皮、トウヒツガなどの原生林が広がる。日本カムシカ、月のワグマ、日本ジカなどの哺乳類が生息する。静岡県側の周辺の山域は特殊東海精神の以下は斜遊林となっている。山腹の南斜面は大井川支流の赤石沢の源流になっている。山名は赤石沢に多い山体の一部を構成する。 赤色のラジオラリアチャート岩盤に由来し、明治以降に称されるようになったとされている。なお、遺説として、山全体が他の山に比べて赤く見えることに由来するという説もある。赤石山脈の名はこの山から転用されたものである。1820年の駿河垣で赤石学と表記されていた。日本の天文学者の秋山紀夫は、 1999年2月5日に発見した小惑星に赤い四角と命名している。明治時代には地質学者のハインリッヒヘド・ムントナウマン、植物学者のコウの例像、ウォルター・ウェストン、小島薄井などが登場している。1957年に第12回静岡国体の登山部門が南アルプスが会場になって以降、この3域への登山者が増加した。 各方面からの登山道が開設されている。上高地学から望む赤石学、山頂部に赤石だけ避難小屋がある南アルプスの南部の大部分は特殊東海製紙の所有地となっており、多くの山小屋はすべて特殊東海製紙の子会社である特殊東海フォレストが運営管理している。畑、定大一ダムから沢良島ロッチ及び二軒小屋ロッジの登山口までの区間で、 特殊東海フォレストがリムジンバスを運行している。名目上は特殊東海フォレスト経営の各宿泊施設の送迎バスという扱いになっている。大部分の山小屋で営業期間外は緊急避難用として一部が開放されている。上空から望む南アルプス、左下に赤い下系な山から望む南アルプスと富士山日本で7番目に高い山であり、 赤石山脈で4番目に高い山である。赤石山脈の狩稜線の南部にある。北側から伸びる狩稜線は山頂で西南西に向きを変え大沢岳へと伸びる。山頂の北側 0.7km には昭和海市岳の小ピークがある。北側にある荒川岳との安部は大正時代らと呼ばれている。昭和海市岳と赤石岳の間から東側に尾根が伸びる。 西側の大沢岳との間にある平坦な地点は百間平と呼ばれ、流気順平原の地形が見られる。以下の源流となる河川は太平洋へ流れる。渓谷部には岩ナやアマゴなどが生息する。ありがとうございます。